標高 2.1 流剣術。当流派の流祖は最強の剣豪の一人とも言われる宮本武蔵です。60秒の勝負で負けることがありませんでした。演武では重要な基本の型である一刀の型と当流派の特徴である二刀の型を披露いたします。左、左、左。